現電停遠系、旧電停後旧電停、田崎橋停留場は、熊本県熊本市西区数が2丁目にある、熊本市交通局の熊本市電、田崎線の電停。停留所番号は1。田崎橋は東電停より南へ50メートルほどの距離にある。かつて東電停日本木口電停区間は、熊本市電唯一の単線区間であったが、2010年の電停移設後は、 単線区間は東電停手前100メートルまでとなっている。A 系統が停車する。2010年4月25日までは一面一線の単式ホームで進行方向右側から降車する電停だった。翌26日からサイドリザベーション化によって田崎本町からカスが2丁目に位置する鹿児島本線側の熊本地方合同庁舎予定地内に移設二面一線となる。 佐々木橋バス停及び日本岐口バス停で延停周辺は国合同庁舎と坪井側に挟まれた空き地が広がっている場所であるが川の対岸や南側 JR 鹿児島本線を挟んだ西側には住宅街が広がっている以下の施設は到底流場より西へ徒歩10から15分ほどの距離にある駅の歴史駅名の由来熊本駅前自衛隊前東町中央 佐渡原、北花立、益城インター口、グランメッセ前、テクノリサーチパーク入り口、阿蘇熊本空港に停車。熊本駅前以外の各停留所で降車可能。ありがとうございます。